て前回の実況の続きで今回もワールド2から、2を制覇目指してやっていきますよ。じゃあまずはワールド2の5からプレイしていこうか。簡単にクリアしたるぜベイベー。で、このパーティーでいいでしょ、前回同様ね。そして、アシストキャラにはアイスマリオ君に決めた。おっさんばっか。登場人物全部おっさんだよ。びっくりするわ。もっとかっこいいやつとかいねえのか。はい、やってきた2の5。オッケー、まずは緑の子の子か。緑の子の子は、木に相性が悪いね。よっしゃ、貴族性でいこう。グッバイ。おぉ、めっちゃコンボ揃った。イェー、グッバイ、一発ですよ。死ね、二度と俺の前に現れるんじゃない。簡単にクリアいたしました。次々いこう。うんうんうん。で、お次はドラム缶の中入るのか。ドラム缶、うん、合ってるよね。非属性を揃えればいいのか。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。よし、これで OK かな。あ、どうだ？よし、いったね。はい、ドラム缶の中入りましょう。クリボー2体ね。OK。ドロロロロロ。これで OK かな。火の全体攻撃だ。あ、全然食らってないな。ダメダメダメ。やめろ。めっちゃ可愛い。めっちゃテケテケしてたね。可愛い。クリボーに可愛いって思っちゃったよ。だって可愛いんだもん。イェイ。イェイイェイ。おぉ、コンボ続くよ。どこまでも最高だね。はい、グッバイ。また会う日まで。可愛いな、お前。お、まだ生きてんの？死んでるよね。びっくりした。まだ生きてるからさ。イェイ。次々行こう。おぉ、なんだこれ。合計コンボ。かける 6？ 合計コンボかける 6？ 難しくない？合計コンボかける 6？ いや、無理無理無理。ダメ。あと2回か。待てよ。あと5回やればいいんだな。とりあえず、とりあえず、ほいほいほい。これでどうだ？ほい。ダメだ、2回だ。あと3回。どうするどうするどうするどうしますどうします。ミスター、スミスター、終わった。ダメだ。いやー、失敗した。ノー、ダメ、これどうなんの。ハテナブロック開けれないのか。下手くそすぎないかい。俺って結構下手くそ。今気がついたわ。どうしようどうしようどうしよう。これで OK。 全然コンボ続かんな。やめろ。おいすい。結構くら、結構くら、結構ね、結構ここ、こげこ、こうだ。おいえ、おい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 、完璧完璧完璧。どうする、これでいいか。ダメ、全然コンボ続かないじゃないか。よしよしよし、一匹は倒したね。あとはパックンフラーのみだ。お前を倒せば俺は勝つ。火揃えれなかった。ミスった。これも下手くそすぎるな。倒したか？いやー、微妙残るんかい。それなら死ね。バカ野郎、死ぬことを覚えろ、ハゲ。それなら死んでよかですよ。グッバイ。しゃ、体力回復。よし。パクンフラー倒して、次々、カモカモカモ。行こうぜ。ゴー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 。ドラム缶から出るんです。ドゥルルルルル。ボス来た、ボス。ボス何？おう！おう！おう、3体ね。オッケー。うわ、全部1回で攻撃してくるね。まずいな。1回で攻撃してくるから。よし、よしよしよし。あ、これいいぞ。これいい。めっちゃコンボ揃った。あ、これいい。計算通りだ。嘘です。適当です。結果的にコンボになっちゃったパターン。これ一発でいけたんじゃねえの？やばいよ。一発ではないな。メット、ハンマーブロス倒せなかった。の。まあ、しゃあないね。こいつは強いから。強いからね。強いからいいんですよ。どうだ？あ、これだけ。どうだ？イエーイ！うわー、微妙に残ってる、腹立つわ。もう微妙に残らなくていいでしょ。ね、微妙に残る意味を教えてくれ。えい！えい！えい！イエス！イエス、フォーリンラブ、グッバイ！イエーイ！カモカモン！はい、あっさり勝利ですよ。よし、2の5、これでクリアだ。簡単だね。苦戦は何もなかった、余裕だ。余裕のよっちゃんと言っておきましょうかね。うん。ウォーターブロックゲッチ。ただ、ミラクルボックスですか？ハテナボックスは開けたかったね。コンボ6コンボか。俺には無理でゲス。ははは。で、お次。おう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 。こっちね、2の6だ。なんだこの溶岩は。なぜこんなとこに溶岩があるんだ、わからない。不思議だ、不思議。はい、2の6行きましょう。うん。出現するときは闇属性が多いな。闇光パーティーで行くのもありかもしれないね。あ、ここ水が出てこないのか。あー、ならね、どうしよう、チーム編成しとこうか。で、水ブロックがないので、
どうしよう。リーダーはこれでいいんだ。サブ。サブに炎。水だ。水がねえんだ。よし。水キャラクターを変えて、これで OK。うん。さて、これでやっていこう。イェー。次々行くんです。アイスマリオ。アイスマリオどうしよう。こっちでいいかな。あ、こっちでいいや。尻尾マリオね。まあ、どっちにしろおっさんなんだけどね。どっちもおっさんなんだけど。レッツゴーじゃねえんだよ。なんだ、レッツゴーって。プレイヤーおちょくってんのか。OK。行こう。あら、キャラクターが一人いない。なぜだ。セットしたのに。セットし忘れたか。ノンミスター。なぜ。わからなーい。ステージによってね、この、パズルのあれが限られますからね。おー、コンボ何コンボ続いた。10いったんじゃねえか。おー、10コンボ。わーお。やばいね。これは最強でしょ。皆さん褒めてくれ。頭をなでなでしてくれ。美女よ。画面の前の美女よ。いや、いるかわかんないけどね。何 ?6 を同時に6個消そう。あ、木ね。木を6個。同時あと3回か。ちょっと待てよ。まずはこの闇アイコンをなくして、木降りてこい。木降りないことには何も出てこない。木もっとかも木。え、木足りないじゃん。これじゃ。ダメ。嘘でしょ。No. 揃ってくれ。木のアイコン来い。あ、ダメ、揃え。いかん、揃わなかった。ダメだ。6個同時に消せなかったよ。あー、当てのブロックまた開けれなかった。6個同時とか無理でしょ。考えてくれよ、少しは。こっちのこと何の考えてくれねえな。Yes. Goodbye! イェーイ。ほー、次々行こう。またドラム缶か。ドゥルルルルル。火を消せばいいの。火揃えよ。火。はい、これで OK。うん。おお、木の方が多い。どうだ。よし、よかった。危ない。木もちょっとコンボしちゃったね。何してんの。木はいらねえんだよ。ふざけんな。うん。おお、OK。赤パタパタね。赤パタ、イェー。赤パタ、おーイェー。木属性を舐めるなよ。木は強いんだ。緑は強いんだ。自然が勝つんですよ。人間は勝てない。自然だ。一番怖いのは自然災害ですよ。関係ないね、今。今、びっくりするくらい関係ないね。ね。で、OK! イェーイ !8?7?7 コンボか。いいね。最高。気分がいい。味方チームの勝利当然ですよ。私が負けるわけないでしょ。負けるわけないよ。おいえ。さて、あー、なに?合計、あ、また6コンボか。6コンボって無理じゃね?いや、でもね、このステージはちょっと、あれが少ないからね。1、2。あー、2しかダメだ。あと2回で4コンボ。いや、でもこれ簡単でしょう。ね。いける。全然もう余裕だわ。全然余裕のよっちゃんですよ。はい、OK。はい、これでクリア。うん、OK。はい、派手なボックス出てこいや。オーケー。コインか ?10 コイン。え、10? 今更10ふざけんな。安すぎんだろ、お前。10で何もできねえよ、お前。うまい棒しか買えねえじゃねえか、お前。うまい棒も買えんかもしれんわ。さーて、2の6、僕、2の6のボスやってきたよ。申し訳ない。噛んじゃったね。うん。だ。私は勝つ。勝つ回収。えい。すごい大ダメージを与えられるよ。オーケー。一発じゃねえか。面白みがない。面白みがない。一発で飛んでいっちゃった。弱すぎる。なんだこいつ。ただの雑魚じゃないか。ボスでもなんでもないよ、こんなのは。イエース。はい、ごめんなさい。あっさりクリアいたしました。何の苦労もせず。お、なんかこれまたボス的なもの来たな。お城だ、お城。イエーイイエーイ。今回の実況でこのワールド2を制覇するつもりですからね。まだまだやっていくぜ。ここは何?通常コースか。よかった。ここではもう全マス使えますね。よっしゃ。じゃあ水をパーティーに加えていこうよ。うん。で、水の子の子。はい、これで OK。で、赤の子変えとこうかな。赤の子レベル低い。赤パタか。赤パタどうしようか。ゲソ入れとこう、ゲソ。デゲス、フォー。で、アシストキャラは、また尻尾マリオでいいかな。尻尾マリオこれいいや。強えしね。まあ、おっさんなんだけどね。どっちも同じおっさんだけどね。レッツゴーじゃねえんだけどな。さて、2のボス的なもの来たよ。うん。簡単にクリアしよう。どうする。とりあえず木のアイコンが多いんで木を使っていこうかな。うん。これで OK。おう。イェー。おう!画面が真っ白になって気がつけば敵がいなくなってた。弱い。なんだこいつ。めっちゃ弱じゃないか。
お前めっちゃ弱いやないかーい。黄色のこの子ね。オッケー。3体かな。うわ、3体来たな。ややこしい。性格悪い。3体も来なくていいんですよ。そんな来なくて大丈夫。お、あー、2コンボか。ダメダメダメ。そんなのでは敵は倒すことはできないんですよ。やめろ、やめるんだ。やあああああ、攻撃するな。俺に、俺にダメージを与えるんじゃない。落ち着け。話し合いで解決できるはずだ。あー、まだ生き残るか。あー、またライド入んの。あー、来ないね。よしよし。もういいや。お、よーし。あ、まだ倒せない。硬いな。また来たのか。メットシールド。なんだなんだと、こいつは。状態異常を防ぐ。そんな卑怯なことするんじゃないよ。状態異常になれや。オッケー。イェーイ。イージマリーよ。おっさん二人が頑張るぜーい。イェーイ。おっさんの攻撃に耐えきれないようだ。死んでまえ。そんな奴は死んでまえ。ゲーチゴッサンです。二体のおっさんを舐めるとこうなるんですよ。数々のゲーム出てきてるからね。なに、合計7コンボ？わーお、マジ？合計7はちょっとむずいわ。あ、これいけた。これだけでも3いけたよ。おー、4。あと3だ。考えながらやっていこう。まずここいけるでしょ？んで、これで OK。あ、いけたいけた。あ、まだ1残るか。あ、いけたいけた。パタパタの羽余裕だ。俺うめえわ。天才だわ。ごめん、調子乗っちゃった。天才でもなんでもないからね。よろしく。勘違いしないように。そこの僕勘違いしないようにね。オッケー。おう。おうおう。おうおう。ゲッチ。ほう。まあ、全然食らねえな。死ねえや。空気読め、バカ野郎。バカ野郎、グッバイ、ベースボール。お、お、お、まずいまずいまずい。おお、ミスった。まあいいか。まあいいや。うん。目の前が真っ暗になってら気がつけば敵を死んでいる。わお、何事じゃ、何が起こったんじゃーい。さて行こう。で、また3体か。数の多いこっちゃ。群れで来んじゃねえ、群れで。群れんじゃねえ。群れ、群れんじゃねえ。卑猥な感じ。あ、いや。わい？全然ダメージ食らねえ。ちょ、体力回復しとこうか。ピンチだね。あ、ぬぬぬぬぬぬ、どうすると、ああ、ああ、ぐだったぐだった、最悪だ。トゥントゥントゥン。おお、いいぞいいぞいいぞ。あ、これいいじゃんいいじゃん。イェー。コンボコンボ。5コンボ、イェー。まだ全然残るな。硬すぎんだろ、お前。お前の何硬すぎんだろ。なんでそんな硬えんだよ。そんな硬くなる必要性ないでしょ。何に恐れてんだよ。常日頃何に恐れてきてんだよ。オッケー、グッバイ。お、まだ生き残るか。硬いな、本当に。どうする？こっちだ、こっちだ。あー、間に合わなかった。こいつをこっち右、左に寄せたかった。ならば全体攻撃になってたのにもったいない。腹立つわー。いえ、これで OK。ナイス、いいぞ。全然倒せないね、ほんと。何この、こいつの異常な硬さ。お前の硬さアピールはもういいや。帰れ。家でやれ。一人でやれ。俺を巻き込むな。よし、グッパイ。緑だ。とにかく緑を揃えよう。パーティーメンバー4人緑いるからね。そうそう、そういうことだよ。何？水アイコンを同時に5個消す。5個、あ、5個あるね。あ、これめっちゃ簡単じゃん。はい、終わり。はい、グッバイ。はい。オーケー、パタパタの羽、ゲッチでございます。ほぉー。で、何？ 3 体か。3体ね。わお。湧いて出てきたゴミのようだ。うん。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。オーケー、オーケー。あー、どうしよう。あー、揃えなかった。いいか。コンボ続くね。おお、お、5コンボ。ダメ。できれば全部倒したかったよ。おおおおおおお、どうするどうするどうする。あー、ダメだ。これもグダった。バカだから途中でグダるんだよね。さーて、おっさんがヘキ始末してやるぞ。マリオルイジタイム、おいえ。マリオルイジタイム、おいえ。カモン、グッバイ、ヤッホー。おー、
一応マリオのモノマネしてるつもりで今なんのこっちはみんなわからなくなってたでしょ。なんで何してんなこいつって思い出してきたでしょ。今一応モノマネしてたんだよね。うん、頑張ってみた。結果全然似てなかった。びっくりしたわ。自分でも俺何やってんだろうって思ったもんね。闇属性があればね簡単にいけるんですが、残念ながら今闇属性1体しかいない。それもパーティーメンバーに加えてないからね。何？あー闇ドロップ、光ドロップを変えてくれたのか、ありがたい。どうせ闇属性入ってないからね、ありがたいよ。光はいるからね。バカだねこいつ。いや、おおおお、やばい。どうだ、一匹は倒した。よし、一匹は倒したね。で、まだまだここから私のターンでございますよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。どうだ？イェーイ、グッバイ、また会おう。で、次ボスだ。ボスボス、カモンカモン。何？何戦？おー、何？ラリーか？違う？レミーだ、レミー。何いきなり技？先制バリア知らんがな。なんじゃそら。先制バリアじゃないよ。おかしいだろ。あってちょっとだろ。あって3秒だよ。あって3秒でバリアってどういうことだ。コミュニケーション障害か。ふざけんな。どんだけ壁作ってんだよ。何でくんの？ブラインドアタック。うわー、ダメ！暗闇状態？なんだこれ？こんなのもあんの？暗闇状態ってどういうこと？ここ、ん？あ、見えなくなったってことか、あれが。うわ、これややこしいな。これ勘弁願いたいな。うわ、ダメだ、ダメだ、揃えなかった。の、何をしている、俺は。うわー、連続攻撃。の、うわー、気がつけば体力ないじゃん。まず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 い。うん。よし。とりあえず体力回復。オッケー。うわ、まずいぞ、これ。連続攻撃。うわ、またかい。どんだけスキル使ってくんだよ、こいつ。死ぬ。ピンチ、助けて。あ、死ぬじゃん、これもう終わったじゃん。ルイージスマッシュだ。受けるダメージ。いや、今更遅いよ。ダメだ、これ。いや、これもう、次の、このターンで、こいつ倒さないと、俺多分死んだよ、ここで。何？味方体力を1減らして。あ、いいね。1.5 倍にしよう、攻撃力を。オッケー。よし。あー、1になっちゃったけど、これを犠牲にもうこのターンで倒す。オッケー、行こう。次、タックル。もう1でも食らった瞬間アウトだからね。このターンで、レミーを倒さないとゲームオーバーだ。行こう。体当たり。どうだ？まだか？いかん。うん、全然残ってる。緑の甲羅。イェー。で、マリオは？あ、マリオは使えないの？尻尾アタックなぜ？なんでマリオ使えないの？尻尾アタック使わせろや。お前ゼロターンになってんじゃねえか。これむずいぞ。これで、ちょっと待って、考えながらやっていかないとね。ここで倒さないとゲームオーバーだよ、みんな。焦ることない。んですよ。どうする？ちょ。オッケー。どうだ？行ったか？コンボは？回復来い。どうだ？倒したか？倒した。いけた。間違いない。どうだ？行ったか？イエース！もうよかった。考えた末にいけたね。いや、ちょっとレミーを舐めてたよ。レミーごめんね。俺舐めてた、お前のこと。危なかったよ。これで倒せてなかったら、俺今頃またゲームオーバーで最初からだからね。よかった。もうヒヤッとした。勘弁してくれませんかね。メットが仲間になった。いいじゃない。メット。レベル6強い。レベル6強い。何なの？同じメットでもレベル2のやついたよね。何だったんだろう。これもレベル2。赤パタパタ。いいね。イエーイ、こちらもクリアですよ。あ、これじゃあもうボス来たね、これ。これラスボス戦来たよ、みんな。オッケー。ワールド2、こいつを倒せば制覇になります。イエーイ、いいでしょう。ならば、ワールドセレクトで一回キノピオハウスに戻って、レベル上げていこうよ。何？他の人のアシスト使ってますか？うん。あ、いや、それいいや、もう今更すぎんだろ、お前。ワールド2だっつってんだろ。ワールド1で教えろや。チュートリアルの段階でそれ教えて。今更他の人アシストを使っとるか言われても。使ってねえし、今更使う気もねえし。そこんとこもっと早くしてほしかったね。いや、遅いよと。で、チーム編成。うん、チーム編成じゃない。パワーアップね。パワーアップ。私はまた強くなるんです。おや。で、これ今、ルイージ使ってますからね。やっぱルイージ。いや、待て。尻尾マリオでいいかな？
尻尾マリオちょっと強化しようか。で、赤パター。ほい、お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 前ら、お前ら。あ、どうしよう、こっちでいいか。よし。あ、ノノノノノ、キャンセルしちゃったよ。オッケー。さーて、尻尾マリオ強くなれ。おっさん、空飛んどるがな。どういうことだよ。シュールで怖いわ。なんで笑ってんの？シュールで怖い。レベル8レベル、何喜んでんの？麻痺しとるやないか。一トンか。このおっさん、行ったな、今。気持ち悪い。あ、気持ち悪い。しっし、帰れ帰れ。よしよしよし、これでいいでしょう。お次行きましょうよ。で、ワールド2、ボスですね。これだ。ワールド2のボス。これ制覇目指していくんです。さて、ここも通常コースですね。出現する敵は、こればか。オッケーオッケー。チーム編成はなしで。うん。アシストキャラは先ほど強化した尻尾周りをこれに決めていいでしょう。うん。レッツゴー。レッツゴー。声が可愛い。レッツゴー。来たよ、みんな。おう、パタパタ、パタパタ。これは貴族性を揃えればいいんだな。うん。ふんふんふん。オッケー。イェイ。これ一発でいけたんじゃないか？よーしよ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 し。ダメージ食らわず一発で倒しましたよ。イエス。ほう。次行こう。おー、次ハテナボックスだ。光を6個同時に消そう。難しい話ではない。むしろ簡単だ。いや、めっちゃ簡単だね。はい、オッケー。グッバイ。ハテナボックス、グッバイ。イェイ。ジュジュコイン。安い。なんだお前。うまい棒一本で満足できん。ボム兵！ああ、どうしようどうしようどうしよう。ボム兵どうすんだこれ。まさか5ターン目に倒さないと大爆発でダメージめっちゃ与えてくるパターンのやつだよね。ボム兵とかいう厄介なやつ来たら勘弁してくれませんかね。爆発して俺の命をなくさないでくれ。死なせないでくれ。死にたくねえんだ俺できれば。よし、死んだ。お前はもう死んでいる。間違いないでしょう。どうだ？お、お、あー、ボム兵はあれだ。あの、なんて言うんだっけ、ダメージ計算とかなく、アタックした回数で倒せるパターンのやつだよね。そうだそう、ややこしいパターン、パズドラにもこういうやついるよね。いるいるいる、本家にもいるわ。俺、ああいう敵好きじゃないんだけどね。よしよし。とりあえずね、この今の現在のピーマンのパーティーは草タイプが多いので、これ草タイプでなるべく攻撃した方がいいね。ほら、ダメージ計算はない、アタック回数で倒せるんですよね。うん。おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あ、これいけた、いけた、いけた。めっちゃ揃った。全員攻撃だわ。うん。たとえコンボが揃っても全く意味ないですからね、こいつの場合は。確か。確かだと思う。うん。よし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 。ボム兵倒した。あぶねえ、大ダメージ与えられるとこだった。初めてのね、ボム兵でしたが。爆発すんじゃねえぞ、怖えぞ。で、赤パタ、緑パタか。これはね、木のアイコンを揃えるべきだ。そうだ。そうしていこう。あ、あ、グダった。あー、最悪。まあいいか。どうだ？よーし、これも一発だ。すげーダメージ。尻尾のマリオがめっちゃ強いね。あのおっさんバグモノかよ。ボムサップ超えてんじゃねえか？なに？合計7コンボ？ 7 コンボかぁ。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。グダった、グダった。どうだ？おー、おー、3コンボいった。あと4ね。あと4はね、あと4。よしよしよし。これで3コンボ確定。あ、4コンボいった。はい、終わり。イエス！ほぉー！スーパーキノコ、スーパーキノコいただきました。で、お、なにこいつ？キラー！わい！先制攻撃？なに？わーおー！キラーとか出てくんの？マジで？なにそれ？キラーは闇属性なのか？ならば光を揃えての、あー、ちょ、体力回復したかったの。ミスターもこれも。どうだ、倒したか。いや、まだ残ってる。やめろー。弾が痛い。ダメージを与えるんじゃない。あ、うん。で、体力回復。よし、倒した。あ、これいったね。いったいった。7コンボか。イエース、グッバイ。キラーやめろー。キモい。死ね。死ね、死、死、死。死、死、死。で、あ、ハンマーブロス、ハンマーブロス。2体連続じゃねえか、お前ふざけんな。どういうことですか？ 2 体連続やないかーい。わかりませんやないかーい。お、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 あー、9コンボ、10行きたかった。でもこれで間違いなく奴は死んだでしょ。あー、まだ残ってる。10コンボね、死なないのか、マジで？
死んでくれて結構コケコッコですよね。空気の読めない子だよ、本当に。シシ。おぉ、まだ死んでない、マジで。いや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 、勘弁してくれませんかね。死ね、死んで、死んでよし、行ってよし、グンバー。よし、よし、よし、ついに倒しました。めんどくさい敵だったね。オーケー。さて、お次は何で来る？あー、あと一個ボスだ。何、何、何？合計、うわー、二つあるじゃん、これ。二つ、まずはこれ、木のアイコンを同時で6個、そして合計コンボかける 8？ まずコンボ、6ないしな。6個もないしね、木のアイコンが。まずはコンボから揃えていこうかな。よし、よし。よしよしよし。で、お次は、どうするどうする。あ、6あるか、これ。あ、6あるね。あ、6ある？あ、5個だ、5個だ。まだ5個しかないね。よしよし、どうだどうだ、コンボめっちゃ揃った。ああ、あ、木のアイコンが消えた。あ、木のアイコン消えちゃダメ。どうだ、6個消えたか。6個同時に消えた、消えてない。あ、消えてないわな。あかん、木のアイコンだけが足りないよ、今。こっち6個なんてないよ。6個なんてないよ。どうすんのよ、これ。コンボの方は成立したんだけどね。なんか奇跡な展開起きないかな。あ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。揃わない、揃わない。死ね、死ね。ファックファック。ファックファックですよ、本当にもう。いけてたのに。さて、皆さん、2のボスやってまいりました。こいつを倒せば、ワールド2制覇です。またレミーか。これ、レミー油断しちゃダメよ。先制バリア。どういうことだ？コミュニケーション障害だよね。いきなりバリアってお前失礼だよね。それ、やめて。腹立つから。タックル。行こう。20倍のダメージを与えるすごい技だ。行こう。おわお、先制攻撃だ。負けることは許されない。体当たり。OK。で、まずは体力回復しとこうか。レミーの攻撃がややこしいからね。そして、OK。うん、うん。どうだ？よし、半分切った、半分切った、半分切った。で、次何来る？連続攻撃来るか。ブラインドアタック。あー、見えなくする状態、やつか。あー、見えない、見えない、見えない、ややこしい。そういうとこにダメージ与えてくる。腹立つわ。その精神的なダメージ腹立つわ。あー、ダメダメダメ。全然ダメージ与えてねえぞ。ブラインドアタック。あー、またブラインドアタックできたね。どんだけ隠そうとすんだよ。何その隠そうとするパターンのやつ。スキルだ。まずはルイージスマッシュで、受けるダメージを減らしておきましょう。これ以上体力がね、減ると死んじゃいますから、私ピーマンも。尻尾アタック来た。行こう。尻尾マリオ。イェー、行ってこい。おいえ、マリオ。何？え、尻尾アタックは何の効果があんの？何したこいつ。え、尻尾アタックっていうか絶対アタックするんじゃねえの？アタックしてねえよ。何したんのよ、こいつ。アタックじゃねえ。なんだアタックって。アタック言っておきながら何もしないってどういうことだ。よし、よし。見えないながらもね、マスは覚えてますから、どれがどのマスだっていうのはね。レミナイトメア、何？攻撃ドロップを変える？わーお！闇属性にしてきやがった。待て、闇ドロップはねえぞ、俺。緑コーラだ。木の、水を木のドロップ変えとこう。逆だな。木のドロップを水に変えるんだ。よしよしよし。で、どうする？これ以上ダメージ食らえれないからね。食らうわけにはいかん。よし、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 どうだ？どうだ？どうだ？あー、まだ残るか。まあ、体力はまだあるから大丈夫だ。レミーナイトメア、そればっかだな、お前。やめろ、闇属性に変えるな。闇属性に変えたところで俺にはお前にダメージを与えることはできない。計算しとるな、これ。よし。うわ、まずい、体力ピンチだ、気がつけば。まずいぞ。あー、死ぬか、死ぬかもしれない。レミーナイトメア、やめろそれ、腹立つわ。なんだそのネーミングセンス。苛立ちを覚えるね。どうする、炭攻撃でいっか。いや待て、炭攻撃慌てるんじゃない。さっきはこれのおかげでいけたけどね、まだ体力回復はできる。もう操作謝れないよ、これ。よし、よし。うわー、コンボ全然続かねえ。あ、終わった。あ、終わった、終わった。これ絶対終わった。うわー、炭攻撃使っとくんだった。ブラインドアタック絶対終わったよね、これ。あ、生きてる、生きてる。マジで？マジで？
なんかもう炭攻撃使おうよ。体力回復もうできないわ。ダメだダメだ。もうかけよう炭攻撃。体力、味方体力を減らして1に減らして攻撃力を 1.5 倍にするこの能力ですよ。これに全てをかける。もう1しかないよ。私のライフは1だ。いや、1で上等と言っておくべきか。よし、どうだどうだどうだ。コンボは、うわ、はい終わった。はい終わった。の、ミスった。最悪。かー、腹立つわー。ダメ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 。初ミスりですね。負けてしまったってわかるでしょ。これどこからになるの？コンティニュー。あ、コンティニューしようよ。最初から？ルイージータイム。ルイージータイム。あ、また始まった。よしよし、こっからできんのね。あ、マジで？てっきり最初からかなと思ったんだけど、なんかレミーに申し訳ないね、それは。俺、それは初めてから、最初からでいいと思うよ。ねえ、レミーに申し訳ないわ。ごめんね、レミー。はい、これも倒しましたね。ごめんなさい、初めてちょっとミスりましたね、この、マリオパズドラで。今のはちょっと下手くそな選択肢だったよ。十分普通にいけたと思うけどね。初めてのコンティニューですよ。わお。まあ、いけたんでいいでしょう。イェ。おう、緑のこの子。緑のこの子言いながら、水属性って意味不明なことやっとるわ。で、これで終わりだよね。マリオさん、さすがですね。このワールドはクリアです。次はワールドは砂漠です。いや、ルイージだよ。ね。思いっきり間違ったよね。俺でも間違わんわ。色で判断しろ。どういうことだよ。赤と緑の区別もつかんのか。よし。はい、ワールドにクリアでございます。またまた、またまたやっちゃいました。ワールドさんに行けばまた難しくなると思うのでね、あまりミスらないように簡単に、いや、簡単に、いや、ものすごく簡単にクリアしていくからね。じゃあ、今回の実況はこれにて終わり。ワールドさん来ましたね。次回の実況でプレイしていきたいと思います。じゃあ次回また会いましょう。グッバイ。